オリバー・ビアホフは、ドイツカールスルーエ出身の元同国代表サッカー、選手。ポジションは FW。2004年より、ドイツ代表のチームマネージャーを務める。1986年、バイエル・ユルディンゲンでキャリアをスタート。その後西ドイツやオーストリアのクラブを経て、1991年に、セリエ B アスコリに移籍し、得点を量産。1995年に、ウディネーゼへ移籍し、セリエ A の舞台でも多くのゴールを決め、チームをヨーロッパカップ出場権に導くなど、躍進させた。1997から98年には27ゴールを挙げ、セリエA 得点王も獲得した。1998年に、ウディネーゼより、ザッケローニ監督、ヘルベグと共に、ACミランへ移籍、フォワードの一角として、活躍、20ゴールを決めて、1998から99シーズンのセリエA 優勝に大きく貢献した。その後、シェフチェンコの加入により、出場機会が減り、2001年に、リーグアンのASモナコへ移籍。翌年ACキエーヴォヴェローナへ移籍。2003年ベガルタ仙台との親善試合を兼ねた引退試合が仙台で行われ、現役を引退した。1996年2月21日のポルトガル戦でデビューを飾り、1996年の欧州選手権決勝のチェコ戦、1点ビハインドの後半24分に途中出場し、その4分後に頭で同点ゴールを決め、延長戦に決勝点となるゴールデンゴールを決め、欧州選手権優勝の立役者となった。1998年のワールドカップ予選、1997年8月20日の北アイルランド戦ではハットトリックを決めた。1998年のワールドカップではイラン戦、ユーゴスラビア戦、メキシコ戦でゴールを決め、2002年のワールドカップでもグループリーグのサウジ戦でゴールを決めている。2004年7月からドイツ代表のチームマネージャーに就任。2007年10月26日からは、ドイツサッカー連盟の幹部に就任し、2015年からは、DFB アカデミーのプロジェクトマネージャーを務めた。2018年1月1日からは、DFB の構造改革に伴い、代表のチームマネージャー兼アカデミー担当チーフを務めるほか、代表とサッカーデベロップ部門を統括する4人の取締役の一人となっている。ありがとうございます。